はい、おじめーし。さあ、ちょっとね、プチ久しぶりにこの話題です、ね。元総理の謎でございます。でね、こんな投稿が3日前に、ね、来ておりました。真犯人は別にいるからねーっていうことでね。でも、もうこのチャンネルは、そういう意見が当初ものすごく多かったんで、そっちの方向からいろいろね、消去法でいろいろやっていったチャンネル。あ、そうそう、いつかさ、おじいがイオン系のやつですごい美味しいご飯があるって言ったじゃん。で、これ 300g 入ってるこの大盛りのやつなんだけど、これなんだよ、これ、ここ。でどこの OEM だろうねって言うけど、富山県の株式会社ウーケ、ね、だからどこの OEM かわからないけど富山県らしい。これ作ってるのコシヒカリ 100% で 300g で100何十円かな、そんな高くない、100円ちょっとで、これがね、ほら、V のつく薬局とかでね、1食あたり、70円とかね、8円ぐらいのご飯ってあるじゃん、60円ぐらいとか、あれって 150g とかさ、180とか、量が少ないじゃん。で、ボソボソしていて、まずいんだよ、正直。お米がめっちゃまずくて、まあ、チャーハンとかね、あとなんかおじやにしてね、ぶっこんで食べるのにあんまいいかもしれないけど、まずくて、これは普通にね、こうライスとしてなんか美味しいんだよ、臭くないし、うん、そりゃね、お米で自分で炊いたご飯に比べたら、そりゃ落ちるけど、いや、ほら、越後製菓とかさ、マリちゃんとか、ああいうのは確かに量が少なくて、もうちょっと一粒一粒しっかりとしてて美味しいけど、いや、これ 300g 入っててね、300も入ってて、まずくないんだよ。おいしい。変なものよりで、一パックだとさ、平べったい薄いのだとちょっと物足んなくない？本当、まあ使い分けだと思うんだけどね、うん、いや本当どうせ食べるんだったらね、お腹空いた時はがっつり 300g 大盛り、うん、今日も祭日でしょ、だから表買い物行かないもん今日はね。朝がっつり食べるね、ご飯と味噌汁とシーチキンと目玉焼き作ったんで、で昨日の夜パン一斤買ってきてやるんで、パンドミーね、おかずとか何もないけど、まあ蜂蜜あるし、まあとりあえずキャベツもまだ1個買ってきてちょっと残ってるから、まあ炒め物すればね、キャベツと玉ねぎ買ってきたんで、人参と、まあ、野菜炒めはできるから、まあ、ラーメンもあるし、ね、だ今日は買い物一切出ない、ね、あ、薬局行くかもしれない、歯磨き粉がそろそろやばい、まあ、それはそうと、3日前に真犯人は別にいるって書いてあるけど、どういう感じで、もうこのチャンネルでもさ、もうみんなすごくさ疑ってた人もいっぱいいたよ、本当。でもさ、単純なことなんだよ。で、おじいは陰謀論は違うと思うんだよね。明らかに違うと
証明されたものでないと陰謀論って決めつけることはできないしね。で、他にない、安倍さんが亡くなった原因っていうのは怪我をしてるわけで、その怪我をして亡くなったっていうのはそれは真実なわけで、でさ、まだ中にはね、あれは替え玉ね、寝てるだけで本人はどっかで生きてるとか、まあおかしなこと言ってる人もいるけど、陰謀論好きな人でもそれはないと思ってるでしょ、真面目な話で言うと。だから子供たちがネタでわーって騒ぐのだったら、その可能性もっていうのあるかもしれないけど、真面目な話をするとそれはないと思ってるでしょ。でただなんでそれが可能性があるかっていうと、とっとと焼いちゃったからなんだよね。で安倍さんの本当にねご遺体を、いや本当に見たのかなっていう、その証言してる人のあれが疑わしいっていうね、だから疑わしくない人の証言がないわけで、で無理やり国民の反対を押し切ってやったね、予備費を使った国葬、とんでもない後だしね、その1、2ヶ月後に亡くなったエリザベス女王の後っていう、まあ、なんとも調べた内容で、しかも国葬で海外のね人を招いたとしても、エリザベス女王とかね、ああいう人たちみたいに勝手に亡骸を見ることができないわけでしょ結局。だどう考えてもねおかしいんだよ。あと重要な証拠なのにとかね、だかとっとと燃やして証拠隠滅で、国民に正確正式な発表とかねしっかりとやらないっていう説明をしない、だからこそその可能性もあるんじゃないかっていうね、そうなっちゃったんだよ。まあそれには必ず理由があるわけなんだよ。替え玉だとかね、その理由があるんだよ絶対。でも実際にじゃあどっかで生きてるとしたらね、じゃあ毎日どこで何してるのっていうね、そんな退屈な漫画の見過ぎでね、整形して別人になってとかね、他の人のあれでって、いや そんな人生歩めないでしょちっちゃな頃からね政治に関わんでずっとやってきた人が、オウムとかさ、ああいうのも整形しながら逃げてたのがいたじゃん、本当ね。じゃあ本当ね、真犯人は別にいるって思ってる人は、じゃあ具体的にどういう可能性があるのか、このおじいの動画でこれを発言しても何もその可能性に触れてないじゃん、火星には火星人がいるって言ってるのと同じなんだもん。そうでしょ、お化けはいる、ね、幽霊は存在する、それと全く同じなんだよね。
でもうこのチャンネルを見てる人で山上徹也以外がやったんだって考えて真面目に考えてる人もういないでしょ、絶対にいないでしょ。一つ変えられない事件、変えられないのは映像でしっかりと振り向いて何かが当たって倒れた安倍さんがいるっていうこの真実で、これは全国民がもう見てるんです。あれがフェイク動画でない限り、安倍さんはあのタイミングで負傷したってことなんだよ、どう考えても。いまいち熱くないな。で、致命傷かどうかはまあ別として撃たれたのは事実なんだよ、何かが当たって撃たれたで血が出たのも事実なんだよ。であのタイミングで他にパーンっていう音もない、それも事実なんだよ。で消音器を使ってやるようなものを遠くからやったとしたらもっとこっぱみじんになってるわけだし、でおまけにこうは絶対にね物理的にありえないので角度からね。だからそれは視聴者さんも何人か答えてくれたよね、もうあの頭蓋骨もあるし物理的にこっから入って心臓って無理だね、ほぼほぼ垂直に近いんだから、ほんのちょっとしか角度ずれてないんだから、ね、しかも ここを無傷でこっから入って垂直に近いちょっとずれてこういくって無理でしょ、ここがあるしね。であとは弾丸っていうのは体内に入ったら予測不可能な動きをするんだって、予測不可能な動きをするにしてもここに弾丸が当たってそんなミラクルなブイーンってね、確率は低いすごくね。あれね、他から打ったらこっからこう入んないからね、もっとねもっとコッパみじんになるし、じゃあ無理なんだよ。で、じゃあ山上の撃ったのが空砲だった場合、じゃあその空砲に合わせてどっから撃ったんだ。それが物理的に 100% 立証できない。結局ね、あのタイミングでどっかから撃つとしたらね、もう無理なんだよ。で山上徹也よりも遠いところからやらない限り無理だし、で遠くからやった場合はコッパ微塵になるし、どう考えてもね無理なんだよ、ありえない。でもうヘリコプターにというかもう救急車に乗っけるときにはもう下になっているのでブルーシートね、生きてる人を乗っけるのにブルーシートってあんまり見たことがないけど、でヘリコプターから降りているときももうね
白い布をまとってたし、ね、まあもう五輪中だったわけだし、山上がやったんだよ。で、銃もあれば弾もあるし、ね、練習もしていたし、ね、で、最後にね、おい、くもくん、こっち乗んなよ、足の上に、なんかね、乗ってた。だ本当、前日にね、打ち込んだでしょ。あれもだから明日やって捕まるっていう、だからこそ最後にね、うん、打ち込んで攻めて、まあ、その意思の表れだろうし、で全ての原因は、疑われる原因は何かというと、全ての面において、あの奈良県警が悪いんだね。奈良県警がクモじゃなかった、あのちっちゃい虫、うん、でこの奈良県警のやってることが全ての疑惑の始まり、あの全てあの検視にしてもそうだし、現場検証にしてもそうだし、もう何から何まで全部奈良県警が全て疑惑を作ってるんだよね。だから結局国家プロジェクト、ね、もみ消し長官にね、あのエリートがなんで、あのね、国家危機対策うんちゃらくんちゃらからね、なんでこんな奈良の本部に来たのってね。だ不自然なことが多いから疑われたんでしょ、結局不自然すぎるから。でもあのいろんなそういう原因は奈良県警にあって、まああのダメだよ、あのへっぽこすぎて、ね、お話にならないけれども、それはそれで真面目に考えると、山上徹也以外の要は音もないし状況の証拠もないし疑う人もいないし、だって何もないじゃん、怪しいものがない、ね、であのビルが下って角度が合わない、ね、でビルの管理会社もあのテントを張っていたってバリバリの嘘を言ったから、それがまたなお輪をかけてね、油に火を注いだことになって、確かにね、確かにあのテントを張っていた、ね、それはあのスナイパーのテント小屋ではなくて、ね、ダクトの掃除の時のための、ね、洗う時用のテントなんだって、そんなテントどこにあったのっていう、明らかな嘘を言ってたでしょ、あのペイトチェックしたなんだっけバズニュースだかなんだかのね、だそういう見え見えの嘘が逆にまた怪しさを増したわけでしょ、結局だあのビルの管理会社もそういう嘘をつかないでちゃんとしっかりとした対応していればこんなことにはならなかったんだよ。でバズニュースだかなんだかのね、あのだらしがない記者も電話で問い合わせただけでしょ。だ例えば泥棒に対してあんた泥棒ですかって、はい私は泥棒ですなんて言うわけないんだからね、スナイパーの小屋があったかってそんなものあるわけないって当たり前じゃん、そんなの
電話で確認したら、ね、そんなものはないって言われたからね、はい、ファクトチェック終了って。バカだろ、本当。でもそういう、どう考えても頭の悪い、おかしなことがあったから、余計にそう思わせてしまったんだよね。でも実際には山上哲也がやったんだよ。物的証拠ね、方向から、あとはあの音声の解析からね、あとはあの実際に怪我をしていた事実で、あとはあの安倍さんが倒れてからね、しばらくあのしばらくっていうか、最初の一人目のお医者さんが来て、ね、応急処置をしてる時もそうなんだけど、あの普通の打たれてブワーってなるような、ほらあのトランプさんが狙撃されたあの犯人とかみたいにブワーってね、血の跡が残ってないわけじゃん。であれってどういうことかっていうと、それぐらいちっちゃな玉が拡散してポチョンってこう入ったってことなんだよ。で海外のあのショットガンみたいなね、ああいうのって弾丸がでっかいし、そういう形してるじゃん。でブルマッキーさんのね、お話にあるように、一粒がセイロガンみたいなね、ちっちゃなものが6個入ってたんだっていうね、弾が。じゃあどう考えたって、あの丸いから、あのこういう弾丸っていうのは、前があのね、こう潰れたとか、このこれ進行してグワーっていって小さいでグワーっていく、そういう形状なんだけど、丸いセイロガンっていうのはあの前に進む力も弱いしね、入った時のあの威力が弾丸に比べたら丸い玉ってちっちゃいんだよね。だからこそ、そんなちっちゃいシェルガンみたいなのがプチョンって入っても血がドバーってあのボワーッとはなんないし、ぐじゃーってこう引き裂かれてもいないしね。だからその威力はあるわけだから、内部でその内臓はひとたまりもない、あのその力が加わって壊れたっていうだけのお話なんでね、もう十分あのいろんなことから考えても、やっぱりこっちから入ってこう達成したんだっていう方が、うん、結局後から取ってつけたように聞こえるけど、それはあのいろんな最初の会見とかがあったわけでね、福島教授が法医学を間違うわけがないっていうね。でも本人もあの絶対そうだとは言ってないし、ね、今のところはそう見立てているけれども、後から変わるかもしれないってね、本人もちゃんと言ってたわけだし、そんな安倍さんの犯人探しみたいな、ここからこう来てこうって、それを特定するわけではなくて、医者っていうのは目の前にいる患者に対してね、あの要は救命で手を尽くすわけだし、だからそういうことじゃないよね。あの犯人探しとか、何がどう入ってどう来たんだっていう、そこの解析する人じゃないからね、お医者さんはね。何も聞かされていないからこそ、パッと目立てくるの目立てっていうか、まあ、その前にあの安倍さんとは聞かされていなかったとは言ったものの、ね、白い布がかぶせたにしても、でもそんだけ1時間も前からお宅に行くからねみたいな感じで連絡をして、そんだけのスタッフが
大集合して迎え入れてやるっていうことは、あの普通のそこら辺の人が倒れたものではないなっていうのは分かるわけだしね、どう考えても。でもそれだけにそのもう医者だったら法医学の前にその目の前に運ばれてきた、ね、1時間前に触手してる患者が助かるのか助からないのかというのはもう分かるし、ね、もう死後講習が始まってるだろうし、うん、だ死体なのかそれとも負傷を負った人間、ね、生きてる人なのか生きる可能性がある人なのかというのはもう瞬間的に分かるわけで、立ち会った人たちも医者の卵ですら、それから学生さん、これからね、もうみんな見てたっていうけど、誰もがみんな判断したでしょう。あ、死体が来た。ね。ただ、昭恵ちゃんが来るまでは、ね、この確認、死亡の確認はできないわけだから、まあ、それまでは何かしら、ね、やらないとっていう。だから、それについて、福島教授は、ご立腹だったように見えたよね、怒っていたように。こんな屍、ね、運ばれて、ね、医者としての判断はもう、ね、どうしようもないのに茶番でそんなものをやらせるっていうね、この私に。それは肩書きがあるから、そういう肩書きの人がこんだけの時間手を尽くしたけれども助からなかったっていうストーリーを作るためにただ利用されただけなんで、ね、まあ、そこの名誉に傷がついてるからご立腹だったんだろうね、きっとね、うん、そういうことだよね。まあ、どう考えてもね、この真犯人は別にいるからって言ってもね、真犯人の存在が全く匂ってないじゃん、何にもないじゃん。おじいは最初絶対に真犯人いるのかなっつってね、撃ったじゃないのっつって、でいろんな人の全ての可能性を全部拾って、で全部消去法でいやこれは違うよね、あれは違うよねってやってきて、もう残ったものがない、残ったものがない、可能性がない、残ったものがない、ないんだよ。ただ、心の中で引っかかるとしたら、山上哲也がね、その恨みがどうのこうのってこじつけられてるけど、あれが本当なのかなっていう、ただそこだけなんだよね。で、最初に出てた過激な組織2つにね、中国の、所属してとか、ああいうのが新聞のメディアの記事で出てきたわけで、あれはどうなっちゃったんだとかね。でそういうものもあったから、でも国が全部隠してるから、でみんな宗教の方に向かって、安倍さんのこと言って一切メディア規制で報道させないから、だから余計に国の圧力がすげえってなったわけで、だから余計にそう思うよね。でもそれはそれ、事情は事情にして、その山上哲也がやったことによって実行犯で安倍さんが亡くなったっていう事実と、じゃあそこにどんな契約があって実行犯役でやったんだろうなっていうのがあったとしても、それは別問題なんだよ。たとえ国の命令でじゃあやったとしても、結局お料理みたいだとね、その命令したのも犯人扱いになるけども、うん、でも実際にはそれ無理じゃん、国家権力持ってる人が関わったら、ね、実行犯だけじゃん結局。だから事実上としての処理は結局実行犯のみ、ね、その犯人は別にいるっていうか、それは山上徹也をコントロールした黒幕がいるかどうかっていう、そこだけのお話なんだよ。で、実行犯は山上哲也なわけであって、実行犯っていうのは
何があっても法律を逃れることはできない、無理なんだよ。ほら乱暴な彼氏を横に乗っけてて赤信号で突っ込めって命令があって、それで突っ込んでほら死亡事故起きたっていうのがあったじゃん。でそういう暴力的にね、そういう命令で行くしかなかったって言ったとしても、ドライバーとしての責任っていうのがあるから、それに逃れられなかったわけじゃん。だからそのどんなに命令されたとしたって、その実行を行うっていうのは本人の意思なわけだからね、それをやらないっていう、それができるわけだから、やっぱ罪を逃れることはできないよね、これはね。だからそこのこじつけもね、ちょっと難しいかなっていう、まあ、真犯人ってね、真犯人っていうのは安倍さんの命を奪った原因を作った人が別にいるよっていうことなので、それはもう 100% ありえない、ない、全くない、ね、だおじいが言ってるように、他に犯人がいるって言ってる人は何も、だからそれに紐づくものを何も言ってない。お化けがいる、お化けはいるんだぞ、一つ目小僧は絶対にいるんだぞ、一旦もめに絶対にいるよとか、これと全く同じことなんだよ、言ってるのはね。何にもない。神様はいるんだってね。それと全く同じこと。ね、火星人はいる、水星人もいる、ね、土星人もいる、タコの形しているんだってね、言ってるのと全く同じ。おじいのチャンネルを見てる人で、通りすがりの人じゃなくて、おじいのチャンネルを見てる人で山上が犯人じゃないと思う人がいたらコメントしてじゃあそれは何を根拠にして、じゃあどういう可能性があるのか、それを教えて、おじいに。もうこのチャンネルでは誰もいないよ、おそらく。そういうことでね、うん、まあいろいろ通りすがりの人はね、面白い人もいるけど、でもこれが実態なんだよ。今の日本でもうケリがついたかなと思いつつも、それでもまだいるんだよ。でそれでもね、なんだっけ、なんとか放送局だかなんだっけ、放送局なんだっけ、ね、おじいちゃんちの集まりがたまにそういうネタでやるから、またそれを信じ込む人がいる、ね、本当ね、あと信じ込む信じ込まないでもって、真実は隠されてるっていうのは、とあるロット番号のね、とあるものなんだけどもね、まあおじいは動画で言わないけども、とあるものは、愛知県民にも間違ってたかね、今一生懸命動画が出てるけども、このロット番号をね、打たれた人ね、実験台にされてるよっていうね、そういう真実の方が怖い。本当の国家プロジェクトで国民をね、モルモットにしている、怖い。国っていうのは職権乱用しながらね、どんな凶悪犯罪もできるし、あとなんか話題になったとしてもね、逃げ切ることができる。だから怖いね、赤木さん、そうでしょ、ね、おじは赤木さんのこと忘れないからね、本当にね、安倍さんは本当にね、いい面もあったし、裏の顔もあったしね、うん、ただ安倍さんのせいで
ね、命を奪われた人もいるのも事実だし、あと被害被ってね、今刑務所の中にいる夫婦もいるわけだし、ね、本当にかわいそうだね。あとどれぐらい出てくるのかな、あの夫婦。ね、本当にかわいそうだね。おばさんに手のひら返されて、ベロ落ちてね。あの本当に一番いい被害者だよね。かわいそう。まあそんなわけで、でもこれが日本なんだよ。今の日本人はね、北朝鮮とかさ、ねえ、まあロシアも含めて、まあ、特に北朝鮮とか中国とかね、まあ、韓国もそうだけど、ね、曲がった歴史がとかね、言ってる人もいるし、ね、反日の教育がどうのこうのって言ってる人もいるし、ね、でも、日本も全く同じってことを気がつかない。ね、で、都合の悪いことはもうみんな流してきている。これが日本人なんだよ。日本人の悪いところ。ね、で、日本人が過去に悪いことしたのも事実、ね、そこをちゃんと素直に認めない日本人が多い、それも事実。本当ね、日本という国自体はおかしなこと、国家がおかしなことをしている。その客観的に見ると日本の国家は おかしいよ。だからみんなが中国とか北朝鮮とかね、おかしいってこう、ね、言ってるけど、ね、独裁国家でこれとかおかしいってね、非難してるけども、いや、日本の方がよっぽどひどいよ。ひどい。でもこういうお話をしてもね、反発しか来ないので、まあ分かる時代は来ないと思う、ね、で今もう実際に日本にどれぐらいしたっけ、何十万人したっけ、中国人がね、実際にいるわけで、このままでは乗っ取られるよって今頃言ってるけど、いやもう遅いと思うよ。本当いろんな土地から何からね、みんな中国人がいっぱい買ってくれてるし、ね、日本に帰還してる人もいっぱいいるし、ね、もう時間の問題だと思う。でもただそれが悪いってなんで決めるのかな。どこの国だっけ、どこだかの国はいろんなところからいっぱいいろんな人種の、だからいろんな宗教の人たちがいっぱい来て、もうとんでもないね、なんだっけ、どこの国だっけ、でもそこの部屋国って平和な国だよね。いろんな宗教絡みのいろんな人種がいっぱい集まってるけど、結構交流があって平和な国だよね、ニュースと動画見るとね。だから日本もね、それでいいと思うんだよ。そこまでなんで中国人嫌いの、ね、おじいもね、昨日買い物行くときに、本当車出るときにね、普通にテレビで見るようなアメリカ人ね、黒人の方のアメリカ人が普通に電話しながら歩いてたんで、ああもう静岡のこんなね、田舎のこんなところにも、いやいるんだっていう。なんかほら、カレー作ってそうなさ、あっち系の人ってね、いろいろいいんじゃん。コンビニとかさ、いろんなところにいるけど、いや、ガチガチのアメリカの人っぽいのが歩いてるのあんま見たことなかったんで、静岡で。びっくりしたんだけどね。でももう、国際社会、身近でこうなってる。ね、本当ね、多いのが、なんだろう、どこの人かな、アメリカじゃない、カレー作ってそうなね、ああいう国の人たち、コンビニにいっぱいいるじゃん、ね、どこにも。ああいう人たちの方が割合がめちゃめちゃ多いと思うんだけど、すごいいっぱいいるよね。で、中国人もね、ものすごい多い、あと朝鮮人も多い、
ものすごい多い。あのリサイクルショップとかね、あのそういう系のやつ、結構朝鮮の人とかね、中国の人とか、そっち系業者さん多いよ今ね。まあ悪いこと言うと泥棒も多いけどね、本当。身近にみんな普通にジモティみたいのでね、この間もあげますっていうの、何人だろうな本当。あのあれやったじゃん、ほら動物撃退機ね、であれあげますって出したんだよ。そしたらあの欲しいですって来てね、そしたらやっぱ日本人じゃなかったもん、あんなもの欲しいって人いないなと思って、ちゃんと壊れててね、ただソーラーとバッテリーがね、パーツ取りの人なんてね、もうあの DIY 好きな人っつって出したらね、どうしても譲ってくれってなんかしつこく来て、でその日に、ね、あの待ち合わせて近所で渡したらね、本当にもう礼儀がないんだよね、あの朝鮮人はね。くじ屋もそうだけどね、買ってきたよね、でもうパッてね、もう ありがとうも何も言わないよねって言ってね、パッて、でもすぐ買って中身が反対向いてっていうね。あ、朝鮮人ってなんでそうなんだろうね、本当。あのバッテリーとかさ、鉄くずとかさあげますってやると、結構あの朝鮮人の会社さんが来るけど、本当にあれなんだよね、なんか威張ってるわけではないけど、なんか礼儀も何にもないんだよね、本当。中国人の人は結構礼儀正しいよね、どっちかっていうと。不思議だね、だからすぐ分かる、ね、まあいいや。そんなわけで、まあ、真犯人は別にいるからって、まあまあ今更何言ってるの、いくらでも取り上げてあげるけど、その可能性とか根拠とか、ね、そういったものがないと、ね、ただお化けはいるぞって言ってると同じだから、あなた頭悪いよってそうとしか見えないもん、ね、話が何にも広がらない、そういうことです。なわけでね、だからこそ今サードチャンネルの存在がね、いらねえなと思ってるんだよ、ね、もともとあの安倍さんの真実を追いかけたくて、サードチャンネル全部ね、あの安倍さん系に移植みたいな、ほぼそんな感じになったけど、だんだんもう、ああやっぱそうだったんだってなったら、もう目的がないチャンネルになっちゃったんで、うん、そんな感じです。まあ、真実を追っていた方もね、うん、そうだね、安倍さんやっぱ 山上だったよねってみんな理解したと思うから、おじいは本当真犯人がいるんだったらね、無念に思っている皆さんのね、その気持ちを背負って、本当にチャンネル帰り道ね、ガンガンやってたけども、チャンネルバンになっちゃったからね、まあ、乗っ取られてバンになったけど、復旧が遅かったから多分それも関係あると思ってるからね。まあ、そんなわけでね、まあ、この件はもうジ・エンド、興味がある人がいればいくらでも投稿してくれればいいけど、ちゃんとこういう可能性があるよっていう何かしらの情報がないと何も始まらないよ、ね、僕頭悪い、はーいって言ってると同じだ鼻水垂れながら、あー犯人は別にいるって、本当バカな人するね。犯人は別にいる。俺もそう思う。私も。犯人は別にいる。お化けはいる。お化けはいるよ。家臣人もいるよ。って言ってると同じだね。はい、終わり。じゃあね。